こんにちは、荒獅子男之助です。今日は五代目古今亭志ん生師匠で粗骨長屋です。どうやら風もほとんど抜けたようで、歌丸師匠言うところのうぐいすがみりんをなめたような声ってやつが戻ってきたように感じます。しかしうぐいすがみりんをってどんな声なんでしょうねそれとお見舞いや励ましのコメントをたくさんいただきまして、本当ありがとうございました。やっと五番切りを見に行けそうです粗骨長屋は3回目のアップですね。今回は初めての志ん生師匠での粗骨長屋です。なんか面白そうですよね。それじゃあまた後で。おなじみ様ばかりでございまして、落語の方、なんか喋り出すまでは、いろんなことを考えてますな。こう言ったらばこのお客様に大変いいか、こう言ったら差し合いがありゃしないかと。何しろ人間というものは頭を使うというのはそれは大変なもんですな。ですから頭の大きいお方ほどそれだけご発明だそう。私の方の仲間にも随分大きな頭の人がいますが、どうも人間がぼんやりしてで、大学の先生に伺うと、いや君たちの方はダメだよ、頭大きくたって。だって大きいじゃん。あ、ダメ、大きくたって味噌が少ないんだからつまり入れ物だけ大きいんですね。で、味噌が端にチェックがくっついてる。それはどうもいけません。だから頼朝という人の頭は大きかったそうですな。拝領の頭巾梶原縫い縮めなの。昔頼朝公の舎利骨を見せて、これは頼朝公の舎利公べ、地公をよってご拝に遂げられましょう。これは何、頼朝さんの舎利骨？頼朝って言ったら頭大きいってか、随分これ小さいね。これは幼少の時のって、そんなのはねえんだけど。おかしなもんでございますな。人によっていろいろな気の人があります。親子の武将ってのがありましてな、親父の武将とせがれの武将と寝そべって話をしていると、親父がタバコを吸ってね、でそのふっつきがら吹くとコロコロと転がっていっちゃう。布団に燃えてついて煙が出てきた。お父さんお父さん、なんだ、布団が焦げてるぜ、消さなきゃダメだよ。ああ、めんどくせえな。おめでせえ。え、ほら、やだよ、めんどくせえ。じゃあ、おとけ。だんだん燃えてきた。表示薄った。消さないと火事になるよ。ああ、めんどくせえ。で、親子焼け死んじゃって。これが地獄に落ちてまいりました。閻魔大王のお調べになった。ああ、それほどお前喋りよって。めんどくさいめんどくさいと言って時間を出したの。とっとと地獄に出した。そういうものは今度生まれるときには人間には生まれられないぞ。四つ足だぞ。ああ、そうですか。私が武将から始まったんです。四つ足は何でございましょう。牛かんまだ。どうせ四つ足なら、私猫に生まれたんですが、猫が。で、猫ともよろしい。猫とも黒い猫がいいんですよ。カラス猫ってのは。うん。で、鼻の頭だけちっちゃいのがいいんです。どうしてそういうのがいいんだ。暗いところで真っ黒の猫で。鼻の頭だけ白いってえと、おまんま粒があるんだと思って、ネズミが食べに来るやつを寝てえと食うんだって、ね。中にはとても合ってる人がありますな。そそっかしいっていうのは。主人がそそっかしくて、使われてる子がそそっかしい。さだこや！へいへい！向こうへこっちへ使いに行ってきな！へいってんで何も聞かんで行っちゃった。しばらく経って帰ってきて、向こう横丁に使いに行ってきました。そうか、ご苦労。って、なんだ、ご苦労って。こういうそそっかしい人は始末に悪いもんですね。ああ、もう、雨に降られて、ぐしょぬれになる。いや、たまらない。これはどっかで傘借りなくちゃ。あ、この家ってんだ。こんにちは。はいはいはい。すいませんが、傘貸してないな。はいはい。傘は出してあげな。今出しますから。じゃ、これ借りてまいりますわ。それは傘じゃねえ。ほうきだよ。おい。それはほうきだよ。ありがとうございます。借りて助かんねえ、こいつには。あ、絵盛りで大変だ、こりゃ。なんだよ、こりゃ。ひ
どういうもんだね、あんまり雨がひどいから母さんほうきみてえになっちゃったなんてんだ。まあどうにもそそっかしいですね。こういうようなそそっかしい人ばかり集まってる長屋がある。集まったわけじゃないんで満足の人もいたんですがね、あんまりそそっかしいんでバカバカしいからみんな越してっちゃう。その後そそっかしいのだけ残ってるんですから、これは始末に悪いもんですな。火事となったんや大変だ。おい、え、火事だぞ。え、うん、おめえやか。俺バカ野郎、俺は火事のわけねえじゃねえか。熱くちゃわねえな。じゃあどこだ、どこだか知らねえんだよ。なんかこうほぼと思って叩いたら、何を、え、あのものよ、木魚、木魚じゃん。ほら、あんだろ、こういうものよ。高いとこにぐるさんあっても、あ、叩かなくちゃいけない。お前叩きな。あ、お月番だからよ。叩けってんだよ。あ、そうそう、残って、捕まって、捕まって、おこちな。あ、で、反省。じゃあ、急いで叩け、反省。反省。お前の頭叩くと怒っちゃうよ。反省叩かねえのか。叩かねえのか。叩こうと思うけども、火事が見えねえやってんの。反省首を突っ込んでたよな、か。こういうようにどうもそそっかしいんですからね。だからまあ朝なんだ大変でございましてな。おい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 、なんだ、うん、さあどうだ、うん、何聞いてやる、何がさあどうだだ、さあどうだだってやって、くん、ちょうめ、うん、やめろってんだよ。朝ってものは肝心なんだな。朝のことは一年にあるというくらいなもんだぞ、くんちょう。その朝っぱらから、なんだ、夫婦喧嘩なんてしやがってみっともねえ。やめろ、夫婦喧嘩。だって俺は夫婦喧嘩しやしないよ。てめえ今してた。いやしない。俺は一人もんだわ。一人もん。ああ、なるほど。女房なかったな。うん、女房なくちゃ、喧嘩できねえ。その、できねえところを無理にしてやったってのが今。ああ、俺も知ってた。どうなったかかわ出てけーって言ったら来たんだ。なんでかかわ出てくれてんだ、はあ、はあ、はあ、こいつ、てめえ、間違えだ。さあ、間違えだ。そうか、うん、間違え。大変な間違え。うん。俺が今な、これタバコを一服捨てる程度、下駄のところへ、タヌキが入って、あ、タヌキじゃねえ。あのね、きつね、あの、何が入ってきちゃったんだ、こうね、いいんじゃねえなんだっけな。象か、象、なに、このせめえとか、象じゃねえんだよ。なんだい、こう、ほらよ、動物で、あのね、あれなんだよ。んこんち、しょうめ、てめえ思い出せねえか。ほら、なんだよ。ネズミなのかい、ネズミ、一番小さくない。こんち、しょう、象かネズミになるやつがあるかよ。ネズミよりもうちょっと大きいんだよ。どういうんだ、どういうもこういうまれ、そこいらを、これ、いるだろう、こわ、うん、耳がピンとして、あの、尾がこういう風になってて、うん、あれだよ。なんてだっけな、あれやな。うん、こう、口を開けやがって、泥棒を見ると泣くだろう。ああ、猫か、猫、猫じゃないよ。こんにちは、そばまで行ってやがんね。うん、猫のちょいと兄貴だよ。あれだ、あれ、あれ、あれ、なんだ、ほら、そこ、なんだ、あれだ、犬か、いや、こっちを、当てやった、こっちを。てめえ、頭のいいやつだな。うん、ヘッチさんだ。どういう犬だ、どういうってほどの贅沢な犬じゃねえんだ。うん、このな、犬なんだ。うん、柄はどんな柄してんだ。柄なんだねえや。無地の犬だ。うん、無地。赤無地の犬がね、こういうのこのこって言ってやって、俺の下駄の脇にな、うん、バフにしや。これはもうね、心持ちなんです。ああ、せいから俺はね、こんちは、はく、こ、出てけ、この、赤め、出てけ、赤、赤出てけ、とこう言ったんだ。あ、そうか、それ俺、赤出てけ、と間違えちゃったんだ。そうだ、間違えたんだろう。憎い犬だな。うん、どうしたその犬、逃げちゃったな。そんなら逃がすことはねえ。そんなら叩く殺しちゃって、熊の糸取ってみろ。儲かるから。うん、ねえ、そそっかしい野郎だ。犬から熊の胃が取れると思うのか、鹿と間違えやがって、なんて言うんで。なんだかわけのわからねえことですな。このわけのわからねえ中から、またわけのわからねえ人間が一人家を飛び出すと、これまたなお始末に悪くなっちまいましてね。そこに立ってる人。はい。何です、あ、こうで人、こう立ってるとこあなた見てんでしょ。そうですよ。何があるの中に。何があるんですか、私にわかりませんね。どうしてわからないの、立って見ててわかんないってことはねえじゃねえか。それがわからないんだよ。どういうわけで、うん。
わからないってことはねえし。そりゃ、人が大勢いるんだからわからないよ。わからないって、わからねえって証明って。わからないって、どういうわけでわからないんだよ。なんか、隙間ぐらいから、見えそうなもんだ。見えないんだ、まるで。どうしてだろうな。どうしてったって、人が、こう、順にこう、立っちゃってからな。ああ、浅草ってとこはダメなんだ。天気が、って言ってなんかと、すぐこう、人が立っちゃうんだ。喧嘩ですか？いや、喧嘩じゃないね。しかだから喧嘩じゃないが、何か、そこにある、あるね。何もないものしたったって見てないから。私は人間が続くいいんだよ。そういうものは見たら違うんだよ。ごめんなさいったって、私が見せられないよ。いいじゃないかね。なんとかして、なんとか前に出ないからね。前にどうしたってあるでしょ。まあ、なかなか出られないな。人の股でもこぐれるかしょうがありませんね。そうですか、うん、人のね、こう股を無理に、あいつ俺の股をこぐれる。どうしようね。ちょっとごめんない。ちょっとちょっとごめんないよ、ちょいと。ちょっとちょいと。誰だよ、俺の血中さんの子にしよう。誰でもいいんだよ。俺前に出たら一心だよ。こうなると。ようやってまいってた。ああ、何もねえよ。なんだよ、こりゃ、ほら、前に出損しちゃった、こりゃ。つまんねえな、どうしてこんな人当たってんだろうな。もしもし、もし、え？お前さん、何にここ入ってきたの？え？こんにちは。いや、こんにちはって挨拶なんでいいけどもね。お前さん何なの？お前さんは、何なの？何なのって、その、まあ、別に私は名乗るほどの人間じゃありませんがね。いや、名乗れてんじゃないんだが、お前さんどういうのが入ってきたの？ええ、うん、まだ始まらないんですかね。何が始まる？駒回すんじゃないんですか？駒なんだ。じゃあなんでここで人が立ってんの？これはね、行き倒れ。え？行き倒れがあんの。へえ。で、これから始まるんですか？うるせえな、この人は。お前さん、行き倒れ知らないの？いや、知らないってわけじゃありませんけども、行き倒れが、踊るの？なんだよ、じれってえな、この人は、お前さんの前に、あるだろうよ。え？前に？ああ、うん、よく寝てますね。寝てんじゃないの、死んでんの。ああ、死んでんのね。へえ、死んでんの、行き倒れって、な、どうだっけね？なんだよ。問答してんじゃないんだ、お前。ね、だから私はね、困るから。ね、もっと向こうへ行ってくれと、今言ってるんだよ。言ってるんだけど、人がどかないんだよ。困っちゃいますよ。顔、あっち見てますか？いや、そんな、見ない方がいいですよ。ちょっと見たとこないよ、ケチ。ケチじゃないけどさ、見たところでしょうがないでしょ。いや、しょうがないから私はこういうの見たい感じ。いいでしょ？随分来た顔してますね。さあ、こうなるまでには、来たかね、随分来たねえなと。なんだよ、こりゃ。ちょっと待ってこないよ。どっかで見たよね、あれですか。まさか？うん。もう見たんならいいね。え？手がかりになって。よく見とくれ。よく見ます。あ、そうだ。そうだ。おう、どうした、どうした？いや、起きろ。起きやしないよ。てめえ、ねえ、当然ですよ。ねえ、おめえと俺は生まれるときには別々だけども、死ぬときには別々だと。いや、当たり前だけども、そういうことを言い合った中ですよ。ねえ、その兄弟分がこんなになっちゃって、見てられません、私は。情けねえことになったことになったな、おめえは。どうも弱っちゃったな。こう、今、しょうがありません。この倒れてるやつをですね、これ連れてきたら、一つ死んで、取りづらいな。その人の親類の人が、いや、親類の人じゃねえんだよ。本人をこれ連れてきてやるから。もう変なんだよ。この野郎は、そそっかしい野郎で、ケツが書いて、人のケツ書いたりなんかする野郎なんだ。そそっかしいんだよ。だから今朝ね、こいつがね、やね、変な顔してやっから、てめえどうしたんだ？ったら、風らしいってやった。風は気をつけないといけないぞ。風ってものがひどくなるってやると、だんだんひどくなってきて、大風になっちゃう。大風だよ。大風です。大風で倒れたんですよ。風で倒れた。平だね。平でもなんの？風で倒れた。倒れてる野郎なんですか？それはお前さん違う。どうして違う？この人は昨夜倒れたんだ。お前さんは、その、兄弟分と今朝あったんだろ？じゃあ、正午にし。こうしたら、ゆうべ、こいつ倒れたんだ。でさ、ゆうべ、こう、浅草行ってくれてって、威勢よく、この世の別れとなるとは、
ち、海地、知らずに出かけたんですよ、こっち。で、帰り、ターンと倒れやん。倒れと置いてですね、ちょっとくしか。倒れたのを忘れて帰ってきちゃった。ね、だから、実に言われるんですよ、この野郎には。ちょっと本人連れてきますから、おい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 、おい。いやー、どうも驚いた、こら。え、俺が通りかかったらいいのは、ないか。大変なことになっちゃったな、どう。しょうがねえな。あんなことしてタバコ吸って、ああいう野郎なんだからね。かったん。おうおうなんだよ。またそぞかしいことをすると承知ねえぞ。あ、いかんだよ。てめえはそぞかしいんだよ。ゲタ履いたがってやって。そぞかしいのはやめろ。てめえは、そんなそぞかしさと、ただのそぞかしさが違うんだ。なあ、うん。今俺の言うことを聞いてみろ、てめえなんざ。くそー、もう、わーっと、泣くことになる、なるんだ。え？人というものは覚悟は肝心だよ。いいか？明日あると思う心のカッパの変ってこと。坊さんがな、明日あると思う心のって言っている、あれ、心のあれになってるよ、お前は。ああ、驚いた。どうしたの？どうしたの？俺はね、浅草のおめえ何言ったんだな、弁天様よ。な弁天様じゃねえ。浅草のおめえ何言ったんだな、水天草。浅草のおめえ、御嶽さんかい？御嶽さん。御嶽さんじゃないよ。あそこ。あそこだよ。ほら、大きな。あんだろ、お堂がよ。うん。あそこの、なんとか言うんだよね。なんとか言ってな。金龍山様のね、カンカン様。カンカン様？さあ、観音様だ。あ、観音様だ。こんにちは。えれ、覚えてました。観音様、その観音様はな、会員に行ったのかい。会員にね、会員に行ったんじゃないよ。あれは売らねえんだよ、向こうに。あれ一つかねえか、どうしたって言えないよ。それを買おうってめえ、ずずしい条件出すんじゃねえぞ。俺なんだ、ちゃんと拝んだんだから。うん。拝んで、こっちにしょって来るとな。おー、で、人が立ってやんだよ。はあ、なんだ、喧嘩だ。面白いって思って、入ろうと思って入れねえからよ。人の股ぐらいこむったよ。なんか人ね、観覧しにくいガバガリともね、うん、前の方へ出てきた。うん。それってとね、喧嘩じゃねえん。なんだ、生き残れた。へぇー。うまくやりやったな。か、こんちくしょう、てめえも知らねえのか、生き残れを。ほら、嫌だな。生き残れってんだろ、俺は。生きて、えばって倒れてやんのかなと思って、こういうふうに言ったらね、なんで死んじゃってやんだ、そいつがよ。へぇー。で、それ、てめえ、眺めて、いたのかいた？大眺めだよ、お前。で、こうやって見てたんだ、汚ねえ面してんだけども、面影って言わないしょうがねえもんだ。見てるうちに、あ、こいつは、ちょだめだ！おめえだ。え？俺が？うん。おめえなんだ。おぉ。どうした？倒れた。どうだ？驚いた。どうして倒れた？ああ、どうして倒れたかしら。ああ。だから、これは俺の去年分だと俺はついてやったからね。向こうじゃ本当にしやん。そんなこと、あなた嘘でしょというようなことを顔をしてやったから。よし。じゃあ今本人連れてきて。本人って、誰の本人だ？おめえをよ。な、そうすりゃ、いいじゃねえか。本人連れてきたーとか言っちゃった。あともね、本人って言葉来ちゃがってね、もう何も口開けなくなるやん。ほら。ね、こっちの潔白をよく向こうに分かってやんね。本人って言われた悲しさに向こうが口が開けなくなったと。さらにあるってんだ、今、本人連れてきた赤っ端かかしてたって。俺飛んできたんだ。ああ。おめえこれから言って、これは私の死骸ですよ。おめえが。言わなきゃダメだよ。それは私の死骸ですよと俺がもうかっこいいって言うのかい。そう。じゃあ俺が死んでるようだな。死んでるようだじゃん。でも死んでんだよ。だって死んでるっておめえなんじゃねえか。俺死んだような心持ちになってねえじゃねえか。死んだような心持ちってでも知ってるかよって言うのよ。何度死んでんだよ。ほら、何度も死にゃ死んで、見上がれくんちきょめ。死んでることってものはな、もう死んじゃっていたって分かるもんじゃねえんだぞ、本当に。てめえは今朝寒くするって言ったときに、もうてめえはもう死んでたんだ。どうだ？
じゃあ、そういう、俺はことになって倒れていたのか。おめえ、見たんだな。見たんだよ。俺が、俺がそこ通りかかったからいいけども、通りかからなきゃてめえは、今頃どこに、何言って、言ってるかわかんねえぞ、てめえは。本当に。どっか流されちゃうぞ、本当に。てめえの試合は、てめえはもう始末しない。しょうがねえよ。嘘だそうだよ。嘘だそうだよ。だから、俺と一緒に、行けよ。おい、行くよ。それは行くけどもね。行くけども、どうも。俺が言って、これは私の指名でございますよ。こう言うだろ。え？こう言うだろ？そう、向こうの野郎がどう思うかな。そこだ。歓迎とこ。ああ、この野郎は情けねえ野郎。てめえの、倒れたのも知らねえで、帰ってくよ。なんてそそっかしい野郎だというの。ということは俺の名誉になってくぞ。名誉をお前はどうか しようってわけの。そういうわけじゃねえけども、死んでるもんだから、私に言って、何よくとく言うことはねえじゃん。そうか、一緒に行く。俺は行っちゃうから。じゃあ、どこどこ一緒に行く。え？もう、とにかく、行ってみろよ。大勢に見られて決まりがしちゃねえ。あ？そっか。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさい、一緒だ。うぜえな。入れないよ。そう、入れなくちゃならないことになってんだよ。どういうわけだい？どういうわけだって入るんだい？なんか行き倒れがあるんだって？そう、行き倒れの塔にも連れてきたんだからどうだ？なんで変な野郎変な野郎だなと。中途ごめんなさい、中途。中途。中途は、はい。あそこにいる人、あの人に随分世話になってる。え？あの人。どうも、さっちゃん、すいませんでございました。また来たよ、あの人。あの人、ほら、やだわけやな。お前さんと話してわかんねえんだね。で、どうしたの？いや、どうもこうもしませんよ。本人連れてきたんだから。ね？で、本人に試合渡してやってたよ。兄さん？兄さんじゃない、本人だよ。本人いますよ。見たんだよ、本人だ。お前、出て、急いでる。言わせになってたんだから。礼ぐらい言わなくちゃ。いいじゃない。そりゃそうだよね。死ぬということは、鉄のかかるもんね。へえ。こんにちは。あれも変だね。やだよ、わかんなくなってきちゃって。お前さんは何なの？お前さんですよ、あたし。私が倒れたんです。倒れたのを、我を忘れて、うちに帰ってきた。それで今、兄弟分が、お前があそこに倒れてるぞって言われた時の、あたしの驚きというのもう、悲しかったでしたよ。だけども、しょうがないでしょ。そうなっちゃったもんな。せめて死骸だけでも受け取ってなきゃあした、すいませんからね。自分の死骸に対して申し訳ない。どうか死骸は渡してくださいよ。死骸は。ね。あなたは渡さないってのかい。渡さないと私は出るとこに出て取るよ。自分のものを自分は取るの何よ。なお、そうだと思う。おめえのって、コメントから、早く出てけ。出てくとも。どうだ言っちゃいけねえよ、本当に。なあ、おう。さ、俺と一緒に来るんだ。こんにちは。俺と一緒に来るんだ。俺と。しゃねえ、しゃねえ、こんにちは。なあ、俺がな、俺が、俺について、これ俺なんだね。これ俺だね。俺だね。お前だよ、俺だね。は、俺だ。死んでんの俺だ。死んでんの俺だ。死んでんの俺だけども、死んでる俺を抱いてる俺は、どこの誰だろうな。新章師匠で粗骨長屋でした。なんていうか行動力のあるおっちょこちょいって困ったもんですよね。行き倒れを見て今当人を連れてきますからってもう忙しいのに勘弁してくれよってね。こういうおっちょこちょいがさ仕事仲間とか親戚とかにいると疲れるよね。実は私の友人にも一人いるんですけどね。なんか絵に描いたような変なおじさんですもんね。やっぱりね、友人でも仲間でも親戚でも変なおじさんになっちゃダメですよね。目指すべきは愉快なおじさんでしょう。それじゃあまた次回お楽しみに。